おっす。いや皆さんお疲れ様です。お疲れ様でございます。情緒がおかゆです。いやいやいや皆さん皆さん、今日何かと言いますと、見てください、上昇ファームの小松菜ちゃんです。はい、ということで今日の企画は、タラギがね、上昇ファームの小松菜、どのカップラーメンに合うのか勝手に決めちゃいたいと思います。はい、で上昇ファームのね、小松菜なんですけど、サラダでも食べれてですね、もうそこら辺に売ってある小松菜だろうな。あー皆さん、違う、はい、もう最高にね美味しくて、特に栄養価もものすごく高いんで、上昇ファームの小松菜をドバッとぶち込んでズルズルって食べてやろうかなっていうことで、はい、今日ね、いろんな種類を、はい、コンビニで適当に買ってきました。はい、栄養価もものすごく高いんでですね、特に俺みたいにかっこよくなりたい方であったりとか、まあ、美容と健康に興味がある方であったりとか、食べていただければね、いい感じになるんじゃないかなと思います。じゃあそれではね、早速調理の方やっていきたいと思います。いやいや皆さん完成でございます。いや石原さん、お湯入れただけ。うん、いや食べきっかな。石原さん食べきっかな。 SDGs やけどね、ちゃんと食べ残しなくね。そうね、なんならさっき昼飯食べたばっかりだよね。じゃあ最初に沖縄そばからいっちゃいましょうか。じゃあここにね、ちょっと刻んでやった小松菜ちゃんを、これをね皆さんこのままですよ。ぶち込んじゃってくださいよ。はい、入れ方よ、石垣さん入れ方よ。じゃあまずほら石垣さん見て、めっちゃ美味しそうじゃない。やっぱ合うとよね、カップラーメンに。よく石垣さん、俺の顔にグッといらんちゃい、なんかいらん、汚かろ。いや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 、違うんですよ、今日カップラーメンの紹介なんで。ね、じゃあいただきますよ。どうぞ。どうですか。は、早かった。うん、あのね、ちょっと味薄そうに見えたよ最初、ちょうどいい。ソーキそばの味も邪魔せんし、かといって小松菜小松菜って出てきたなんてよ、なんか小松菜やっぱ上手やん。俺少し出ますからみたいな、俺ちょっと出ますみたいなね、謙虚さがある小松菜に。マジでうまいっす。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと予想がにうまいよ。ちょっと待ってね、ひなみさんって。うんうんうん。じゃあ星5つで、あ、6つあるけんね、だけ点数を何点かで。そうかそうか、じゃあ6点、あ、6点満点でもおかしいな、10点満点、10点満点でじゃあ何点かにしようか。そうだな、でもちょっとこれは重いのか。まあまあ、これ基準ね。そうね、基準、最初は、ね、基準、まあ今のところちょっと4点に。それ大丈夫、4点ってそれより。いや、変わることあるよ、だってまだ食べてるわけだ、だって他のやつ。あ、そうね、そう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 、全然変わる可能性あっけ。そうね、そうね、4点が一気に10点なこともあっ、どうだっけ。西江さんって。あ、待って、基準だよ。あ、5人するよ、5人、ボイスで、はい、じゃあ次2つ目ですよ。台湾ラーメンの方をちょっといただきたいと思います。こういったね、こうもう貼ってあったらこう入れんと仕方なかったりね、ちょっと辛いの自分若干苦手な部分があるんですけど、お尻が弱がっちゃう、分からなかったわ。石井さんマジで、はい、辛いのってたらすぐ食うちゃう俺。じゃあ皆さんいきますよ、そんな話した後になんですが、はい、いただきます。どうぞどうぞ。わ、でもやっぱ映えるわ、小松菜映える。みなさん、おぉ、いい子ね、キレかよね。うん、うん、どう味は辛い。あ、これ、辛い。ああ、アウトよ、アウトやけど、いや、辛いな。これ入れちゃいかんやった、俺は辛いわ。あ、辛いわ。ちょっと待って、石原さん、ごめん、ほんと辛い。うん。でも辛い人には好きかもしれない。あ、見てこの汗、今一口食べただけで汗出てきたっけ俺。いや、ちょっと辛か、うん、辛い、ちょっと思ってた以上に辛かったので。でも味も伝わる。あれ、味も伝わるって。味伝わらんと、うん、これはな、ちょっと待って、ちょっと待って、石原さん、辛いやつはね、ちょっとでいい。うん、ちょっとでくれ。じゃあ、これ、じゃあ、これがごめん、
これはね、今のマジで感じて。すいません皆さん、あの辛いのちょっと苦手なもんで。いや、次は見せ場使うんじゃないか。今のガチ、今のガチ、ごめん。ガチガチです、ガチです。はい、まあ、私個人的にはですよ、ちょっと辛かったんでっていうのもあったんですけど、まあ点数的には5点かな、5点。さっき一緒じゃん。じゃあこっち4点や。5点に超えてもらえんと。じゃあ6点。6点。あの、体への負担が大きい、私には。辛いのはね。でもそれでも美味しいってことね。美味しい美味しい、美味しいのは美味しいよ。だけど辛いもの好きの人にはもう10点いくかもしれんね。ああ、なるほどね。うん。じゃあ次、3つ目、カップヌードル。王道ですよ、ね、シーフード。これもう絶対合うもん。吉村さん、ちょっとこれシーフードですね。うまそう、うまそう、うまそうやろ。じゃあちょっと皆さんいただきます。やっぱ小松菜がガツンときたからね、やっぱり。そうね。うん。じゃあいただきますよ。うん、あーそうか、シーフードこんな感じか。え、なんす、合うのは合う。まあ好き好きかな。そう、困ってないよ。ねえ、さっき辛いの食べたけんかな。しかもバカになってっちゃうねと。うん、もともとない。俺ちょっと4かもしれない。ちょっとこれ、あれ落ちた。ちょっと4かもしれない。あ、マジで。うんうん。シーフードじゃあ4点でお願いします、藤井さん。4点で、はい、じゃあそのまま次こっちですね。味噌ね。味噌、小松菜の方またこうぶち込みまして、じゃあ皆さんちょっと味噌ラーメンの方いただきたいと思います。あ、見えます、すいませんね、ちょっといただきます。うん、はい、うん、合う、めっちゃ合う。あ、もう間違いない。これはもう間違いない。これ今のところトップやな。あ、いいじゃん。これはね、俺的に8点ぐらいいく。おー、8点いくわ。おー、いった。うわー、あ、味噌意外やったな。ここまで合うとは思わんやったね。まあ味噌ラーメン以外のほら、キャベツとか野菜系いっぱい入ってるね。まあね、うん。それ石原さん、人だってコメントばって打ち消すようなこと言わんでくれんか。トロコロ視聴者の人もその時は分かっとってって思うんだよ。口から出て、まあ、口が入っとっちゃいけない、石原さん。今度はね、これもう絶対うまかよ。ライライテ、背脂醤油、こちらにちょっと小松菜を打ち込みたいと思います。ね、こんな感じ。今度はもっとどっさり入れればね。そうね。またもっと。そうね。うん。よかいやけど。じゃあいただきます。うん。小松菜完全に負けとるよ。美味しかいやけども、まあ、若干醤油が勝ちすぎてる。あ、なるほど、ね。うん、だ小松菜のシャキシャキはあったやけども、小松菜の旨味はさほど伝わってこないから、まあ合うか合わないかで言うと微妙っす。うまいですよ、ラーメン自体はね。点数は、点数はちょっと申し訳ないですけど、ちょっと小松菜の味が伝わってこなかったんで、あ、4点。じゃあ皆さん最後、もうこれもう王道中の王道ですよ。焼き豚ラーメンです、豚骨味。もうこれはね、九州の人ならもう、そうね、皆さん、九州の人ならもう、一緒に言いましょうか。九州の人ならもう。あの、すいません、うざいな、俺うざいわ。じゃあちょっとね、ちょっと少なかった。すいません、いただきます。じゃあどうぞ。会うことを願っております。はい、会う。これはもう会う。豚骨ラーメン会うね。まだね、今この種類だけしか買ってきてないけど、なんとも言えんだけども、まあこの中で言うとこちら断トツ、断トツでございます。皆さん、なんてこの中で言うともうトップラスで10点ぐらい。うん、はい、ジョジョファンということで、今回勝手にね、小松菜に合うラーメンということでランキング付けさせていただいたんですけど、この並びになります。この2種類はラーメン自体美味しいですよ。あくまで小松菜と合うか合わないかなので、ここが到着4点ですね。で、後ろのところに何点、5点か。これちょっと予想外でした。これ沖縄のソーキそばで、これが6点かね。あの、辛い人だったらこれ10点叩き出すかもしれないですね。ちょっと自分は苦手だったので、味噌はもう7点やったっけ、石原さん。もう8点か。もう食べよったもん、絶対忘れるよ、点数源はね。8点です。そして九州豚骨味焼き豚ラーメン三宝さんですね。さすがっす。10点っす。一番合いましたよ。なので、まあ、皆さん、コンビニだけではなくて、まあ、いろんなところにね、カップラーメンたくさん出てると思うので、ね、行商ファームのサラダでも美味しい小松菜だからこそできることなので、皆さんもいろんなラーメンでですね、行商ファームの小松菜に合うラーメンを探していただければなと思います。非常に楽しいと思うので、皆さんで最高のラーメンを行商ファームの小松菜でお召し上がりくださいませ。
はい、ということで今日のね、企画は上昇バームの小松菜がカップラーメンどれに合うのか勝手にたらきがランキングつけてみたということで、はい、いやいや非常に美味しかったです。尋常じゃなく汗もかきましたけど、ほんとなんか違うとてもしたいねこれね。そうね、他のスパゲッティとかだ。そうね、いろんなやつでやっていこう。うん、パスティとかね、焼きそびとかね、でもやっていければ面白いかなと思う。まあこれいろんな料理で多分できるけ。そうね、うん、皆さんカップラーメンでまずはぜひぜひ上昇ファームの小松菜試してみてください。じゃあ最後石上さん締めましょうか。どうぞ。よし、じゃあ最後締めますので皆さん一緒によろしくお願いいたします。上昇ファーム、おっす、よし。